お話を伺うのは、末永ひとさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは、本日のお題をお願いいたします。はい。今日は、慈悲ということでお話をさせていただきたいと思います。慈悲というと、どういうイメージをお持ちになられますか。うん よくあの時代劇なんかでお定官様どうかお慈悲をみたいないうふうなことはよく聞くわけですけどそうするとこう他の言葉で変換すると情けあなるほお情けをとか情状酌量をみたいな <laughs> <laughs> そんな感じなのかなと思う,んでけどそうですけど確かにおっしゃる通りでして、うん、あのそういう慈悲といいますのが私たちのイメージじゃないかなと思うんですけれども、うん。うん あのその慈悲のことを真、えー、宗の宗祖信頼承人は衝動の慈悲といいう言い方をししてらっしゃるんですその「衝動の慈悲」というはものを憐れみ悲しみ育むなりというふうなことで書かれておりまして、うんうん、多分私たちが求めている慈悲といいますとそういうところじゃないでしょうか、うんうん、憐れみであったり悲しみであったり育み、まあ、それこ先ほどおっしゃった、うんうんうん お情々釈呂の方ちょっと分かりませんけれども <laughs>、うん、そういうところがいわゆる慈悲というものだと思うんですけれども、うんうん、信頼書にはこの後にですね「えー、しかれども思うがごとく助けとぐることを極めてありがたし」というふうに書いてらっしゃるんですね。うん 助けるるのが難しいってこことととですね、まあ、助けとぐること例えば手を差し出すということはお出来になるんでしょうけれども、うん、その手を出してそのまま助けとぐること、うん、きちんと往生まで導くというのは非常にありがたし難しいということをですね。うんうんうん 書いてらっしゃるわけなんです、うんえー。まあ、慈悲ということでですね。あの、親鸞聖人の言葉、また別の言葉を引かれてらっしゃるんですけれども。まあ、慈悲と言いますのは、バック与楽だというふうなことをですね。書いてらっしゃいます。あの、バックと言いますのは、苦を抜くと書きます。は,ははは、バック。はいはははは。与楽と言いますのは、楽を与えるという字を書きまして。バック与楽と申します。はははは苦を抜いて、楽を与える。はい、える、はあえー、まあ。 苦を抜くを「字」といい「楽を与える」を「非と言うということでですねそれで自「字、はい」「非というふうな感じで書いてらっしゃるんですね。「字」によるがゆえに一切主情の句を抜き「うん、非によるがゆえに「うん、無安主情心」といいますものを「オンディセリ」。 と書いてらっしゃるんですね。その面白いのはその慈悲の悲っていうのは悲しみじゃないですか。悲しみです。与えるっていうところに悲しみという字が当てられている。そうなんです。<ー>やはりここにありますのは、あんたそれでよかったね。 という一つ自分自身のありを問うてくる言葉かなと私なんかは、ね、楽にするために薬を与えますけれども、はい、あげますよ、あげますけれどもそれであんたいいんです、ね、いいんですねいいんですかということを問うてるってことですかむしろあ,のあなた、それがいいんですかということがお薬だということかもしれません。ですね、はい すごくなんか深い話になってきまですから「火という字「まあ、悲しい」という字ですけれどもこれは「あらずの心」というふうに読みまして「ですねあ<ー>まあ火と言いますのはもともと「え扉のことを表すすんだそうですあの火という漢字はいあなんか扉っぽいですね確かにであのもうそれ結局「火という字があ,のあらずという今使われております漢字の意味になったものですから「うん、扉」という字が別に必要になりまして。 その下にあらずで扉という字になったというふうにう。はい、伺っております。あんた、それでよかったねと聞くことによりまして。大事なものが開かれてくる。<ー>で、その開かれてくるのは何かって言いますと。すね、私の迷いなんていう話をされるんですね。で、この心って何か。 分別地というふうにですね言われます。次々となんか。すいません、えー、難しい。分別地さんとイタリア人ですか。<laughs> <laughs> 分別というなあの分ける別にするのはあのゴミの分別の分別で, <laughs> <laughs> ですから。らイタリアの方じゃございませんで、<laughs> むしろあの、えー、月水金ぐらいの話になってはありますけそのあのまあ分別の。えー 知知恵ということですね。ものを分けていく知恵というのを分別地というふうにですね、<ー>申します。私たちは確かに何かこう学んでいこうと思いますと、うん、割とこう小さく分野分けしていくということをいたしますですね。ま分別も分けるという意味ですけれども、うん、例えば理解するの理解という字もあれも分けるという意味でございます。うん、理はあの。 宝石まあ、鉱石なんかに通っております筋のことが「理と申しますけれども<ー>そこに互いに当ててかーんと当てますとパーンと割れますからですねもの<ー>を分けていく筋が理ですしなるほど貝というのはあれこそあの牛の骨と肉とを分けていくというのが徳という字ですから、うん、まあ物事を分けていくということを理解<ー>また分別っていう形でですね。どっちも分ける,分けるんですね。はい <laughs> うん、で分けていくという心で私たちは学んでいくわけですし、うん、確かにそれは本当にあの勉強しやすいなと思いますですね。そううでですね白黒はっきりさせるってことですここの分けていくというのがある意味非常にこう立ちの悪いところがありましてですね例えばあの私たちの考え方の中によしあし という分け方があるわけなんです良しと言いますものにこう飛びついていこうとしてしまいますけれども、うん、同時に足を生み出していくのが良しという考え方だというふうなところがあるわけなんです、うん、お天気なんか分かりやすいかと思いますけれども、うんうん、あの何か私など法要があるときなんか 一番願うのは、今日晴れてくれんかなというのが正直な思いとして出てまいります、雨の時なんかどうなるか、ああ、よかった天気やねって言えたらいいんですけど言えるわけがなくて、ですねなるほど、今日みたいな日に降らんちゃよかとにって言いながら、ですね、うん、がっくり、そこに足を生み出して、苦しみにつながってくるというのは、うん、まあ簡単に言うううととそういいうことでございます,です、ね、確かに雨が降ったら、天気が悪いって言いますもんね。 結局自分の都合で良し悪し作っとるわけなんですね。一回だけ天気で、雨のことを良か天気とおっしゃった方がおられましたですね。そういえば。うん、今日はあいにくの天気ですねと、雨降った時にですね、申し上げました。いやー、今日は良か天気です。あ、私ですね。花粉症なんですよ。っておっしゃったんですね。<laughs> そうか。自分の価値観で。い。いと。雨を判断しますね。分別しますね。そうなんです。その、われって言うのは。いろんなことで、そうやって。 おっっしゃったように良し悪しを判断し分別して、はいはい、自分と他人というのを分けて自分と自分以外のものというのを分けて生きているとその慈悲の日の扉を開けることによって、はい、苦しみと思っていたものが実は違うんだよという新たな世界を提供してくださるということで、はい、大丈夫ですか今の解釈で、はい、私もそう思っております。ですから「開く」という言葉自体、まあ、先ほど扉の話の続きになりましょうけれども。<laughs> 開くという字、えー、門の中に一を書きます。うん、カン抜きという字と、えー、まあ、草冠みたいな字。これは十を二つ書くんですけれども。うん、この字を足した字だというふうに辞書に書かれてございます。うん、で、どういう意味かと調べますと。カン抜きというのは、門をこう、閉ざしております。あの、横棒ですね。です横棒、ね。はい、そうです。はい、そうです。うん、で、下にあります。十二つとは何かと言いますと。 両手の姿だそうです。手を伸ばしている姿だそうでですね、はい。ですから、カンヌキを自分の手で外そうとしておる姿が開くという字だとこうおっしゃるんですね。素敵。でやっぱり外から声があったんでしょうね。多分、ほら、出てこいでっていう声がですね。その出てこいという声が言うなれば、アミナニュライの、あんたそれでよかったね 自分の世界に閉じ込むとっても絶対苦しみからは逃れられんよとそういうことじゃないかなと思いますああとっても素敵。ああそうですね、はい、なんか今の慈悲という言葉を改めてかみしめてなんか扉を開けるんだということを今日教えてもらいました、はい、あ私も開けられそうですかね。 十分開けられると思います <laughs> いや年を取るとだんだんとこの缶抜きがですね開ら錆びてね開きにくくなっているような気がするんですよ <laughs> よくわかります <laughs> 私も固くないなってきましてですね <laughs> ところが仏様はほらもうよかろでどいでほらって言いながらずっと声をかけてくださいます 何でも500年かけて声をかけてくださるそうです,でです、ね。長いな、それ、それ忍耐強いですね。すごいですね。そうですね。とても仁といたしました。した本日はどうもありがとうございました。幸わさまでございます。